皆さん、こんにちは前回に引き続きちょっとその気合では7%突破できないね皆さん、こんにちは,はいそれでいきましょうねもうなんという体育会系をやってるんだろうと思いますけれどもはいえーそれではこれからですね「工藤スイングバイセミナー」のプレ講義ということで約1時間プラス延長10分ということでえこれからミニ講義をねしていきたいと思います。 で、えー、昨年なんですけれども、この、えー、プレ講義についてはかなり本格的に、えー、社会保障制度について私ね、ね、えー、語っているんですよね。えーまあ、ちょっとね去年の やつがあるんでお見せしますとこういう内容を去年はね喋、えー、ってたんですよ社会保障を考えるということで具体的に平成24年版の厚生労働白書ですね、えー、日本の社会保障の仕組み、まあえー、令和3年の試験に向かって平成24年とは何たるぞことだと思っている人多いと思うんですけどこの辺が足腰を鍛える大事なところなんですよね白書なんか単年度版読んでも何も面白くないからね。 えー、複数年読んで初めて値打ちがわかるということねで日本の社会保障の仕組みしゃべってるでしょで日本国憲法25条の生存権関係しゃべってますそして社会的排除から社会的包摂というこういう考え方で今の法律が作られてきてるよっていうのをしゃべってますそして社会保険とは何なのかというようなことをしゃべって詰め込み学習 小手先の勉強は対象療法でしかないと学習対象の本筋を見据えた学習を心がけることが重要であると今回は本格的な社会保険・年金法の講義に備えて我が国の社会保障の考え方を学ぼうということでハイスタートという形で入ったわけなんですよね。で今年もこういう感じでしようかなと思ったんですけれどもこちらはーツールボックスの方でしっかりやるということにしましてですね今年はなんとなんと午前中私何を言いました 条文とかそんなのね小手先のことやっちゃいかんと言いましたよね。条文やろうと思ってます。ここで条文やろうと思ってます。つまり今日来ていただいた方々にはですね、えー、今日一日かけてまず、えー、来年の試験に向けての法律改正の概要と、そして具体的に法律こうなりますよって二段階構えでやりました。はい、前半戦で、えー、来られてですね資料をお持ち受け取りましてね変えられた方まあ。 時代劇でででったたらんみつがいたもすすからですねえちょっとこれは分けとこうということで、まあ、例年あることなんですけれどもえ法律はね後半戦ということにしましたですから今日、えー、1部と2部とご参加いただいている方はですねこれで大体大筋の法律というところの改正は見ていただけるんじゃないかと思います。でまあ、私のののの講義の一番のその え大事にしてるところっていいますか売りっていうわけでもないんですけれどもやっぱりあの白書に始まって白書に終わるというか社会保障制度全般というのを重視してるんですけれどもまさにね、えー、令和 3年の試験あたりでも、まあ、ここは私も書いてますけど詰め込み学習小手先勉強は対象療法しかないよと本筋見据えて学習しようよと結構こういったところがねあのこういうスタンスで勉強をしている方っていうのはその効果が出ていたりとかねしたんではないかと思います。えー、どうしてもやっぱりあの 初学のね、えー、方、まあレックなんかでいったら合格コースとか、あるいは初学でスピード合格講座とか受けられた方、かなりねこの辺のところはもう時間的な問題があったりだとかで、えー、しんどかったんじゃないかと思うんですね。まあもちろんこういう勉強ができなかったんじゃないかと思います。ぜひあの次に向かってですね勉強を始めようという方はもしいらっしゃいましたら、えー、私のようなやり方もあるんだということで、えー、ご検討いただければというふうに思ってます。えー、い,いろんな予備校があっていろんなアプローチはあります。それぞれ合格者脱 してますからあのそれなりにあのちゃんと世の中にね、えー、役に立つ講義あの、えー、講義だろうと思います私のところも合格者いっぱい出てますしね、えー、そういった中でやっぱ選択肢の一つとして私が受験生の時もそうだったんですけど試験に合格するばっかりの勉強法だったその次がもうないとはっきりも言い切ってもいいぐらいだと僕は思ってますいやないわけじゃないですよあることあるんだけどどっかの社労士事務所であいこれやっといてあれこれ,これ届けといて このためにお金を払って資格取ってこれは寂しいよねどちらかといったらその逆行きたいですよね、えー、ですからそのためにはやっぱりある程度のうんちくがね分かっていないと話になりません人様に説明してなんぼっていうところがありますからね。 えー、そこでまあ私の方は先ほど言ったように足腰を鍛えるということで、まあ、ツールボックスというところから入っていくんですけれどもそこではまず社会保障制度全体はどうなのかそれから厚生労働行政はどういうにらみを聞かせてこの10年歩んできてこれから先何やろうとしているかこのことによってあ今ある法律って今から何年も前にこういう構想があってそれが形になったんだということで分かってくるかと思います。そそそうううすするるるとと、ね、と勉強も面白くくなっってて思いいます過去問,過去問とかねこしたらそれ言ってる人 人には怒られちゃうかもしれないけれども,もうこの時期何が大事かしてたらテキストの読み込みなんですよ、えー、先生この時期過去問とかも早速やった方がいいでしょうかと早速やらないでくださいとそんな小手先の勉強なんですよねしっかりとテキストを読み込んでくださいともうこれにつきますからね、えー、マラソン選手が毎朝ジョギングするのと一緒でもうテキストを読む読む読むテキストを読んで邪魔になることは全くありません。 過去問対策とかそういったようなものについてはおいおいやっていけばいいですからどれだけ自分の,、ね、あの今まで勉強してきた中に漏れがあるかっていうのを読み込んでいただければわかるかかると思いますねですねでら本当はそこを売りにしたいところだったんですが、まあ、今回は先に改正法関係を、ね、やっつけといてほうがいいのかなとその上えで社会保障制度入っていきましょうということですね。そうすすると多分、ね、私の頭の頭構想なんですけれども ツールボックスの2回目で令和3年の最新版の白書をやりますけれどもそこが読みやすくなるのかなという具体的に条文こうなってるよという形でまあちょっと午前中ねそれに関係することをやりましたけどね具体的には条文こうなるよっていう形でやった方がいいのかなということでプレ講義では、えー、改正事項確認の、えー、講座をやっていきたいと思います。 いますんでね、私の方は一応そのほかも合わせてやるつもりです、はい、それではこちらのレジュメに従って、えー、進めていきますはじ、えー、めにというところで、まあ、一部をねご参加いただいた方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、その中にも類似のことを書きましたま、えー、もなく、えー、スイングバイセミナーが開講すると、まあ、例年講座のキックオフとして講義のテーマ先ほどご紹介したように社会保障制度とは何なのかとか厚労行政等ですねこれを掲げて学習開始のウォーミングアップを図ってきたわけで ですが近年ではこれらの講義内容が社労士試験に直結するものとなったと、まあ、近年でいけばね社会保障制度関係とかで ILO 基準がなんだというのをやりましたけれどもそういったのがもうすぐに試験に出てきたりとかねしたり、まあ、昨年のところでいけば高齢者雇用関係のところですよねそういったものがまあ直結してきているというようなことですよね、えー、まあ先ほどは昨年は社会的法摂っていうのをやったという話をしましたけれども社会的法摂なんかに関係してくるのは何かっていうと就職氷河期 世代ななんんかはまさにここの話とということなんですよねね、はいまあ、本当にまあ直結しているわけです、ね、ですすから先ほどオープニングタイトルにも入れておいたんですけれどもまさにこの瞬間が、ね、次の試験に直結を分ける可能性がありますから、まあ、瞬間瞬間は、ね、大事に聞いておいてくださいね。で近年ではこれらの講義内容が社ロ試験直結するものとなったと今年度は講義のテーマに関するものはツールボックスに譲るとして2022年の主な改正事項条文ベースで、ね、今度は確認したいと思います。えー、近年のの実績のように 今日の講義内容はそのまま翌年の本試験の結果を左右するかもしれないという緊張感を持ってね、受講していただきたいと思います。なお、午前中も紹介しましたが、現在確定している改正法で54回で和えば4年試験に関係するものは4法ありますと。これらの改正内容を事前に把握し、今後の予習等に役立てていただきたいと思います。雇用保険等の一部を改正する法律があと2つほど残っておりましたよね。施行されていないのが。 それから年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律、えー、それから、えー、まあここで、ね、年金の繰り下げを伸ばすだとか、ね、そういったようなこととかがあるわけね、えー、そして令和3年に成立した育児・介護・休業法および雇用保険法等の一部を改正する法律、えー、そして特にまあ注目したいのが全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等一部を改正する法律ということで まさにもう今までの、ね、高齢者向けの社会保障制度ばっかりだったものを現役世代、支えて側にも、ね、その社会保障が行き届くような形でさまざまな改正を行っていくということですね、それらの一つとして健康保険法があるということです。